湯布院の森か。初めて近くに見た。すげえ。本当に大きいんだね。これが博多の屋台だ。こんなにも連なって出るんだね。すごい。天神に来ました。俺もちょっと屋台ラーメン探して普通に行こうと。やはり博多といったら屋台ラーメンですよね。うん、これを食べていかなきゃ帰れないということで、今日の夜は屋台ラーメンにしました。天神か。明日もまた来ますけど、昼ぐらい、昼かわかんないけど、とりあえず明るい時間には来ます。はい、ということでおはようございます。こちらに泊まってました。カプセルホテル、安く泊まれました。十分ですね。一泊普通に素泊まりで泊まるぐらいだったらちょうどいいぐらいです。ということで本日は博多の旅でございます。多大天満宮に行って、天神に行って、福岡は行ってと、そういう感じでお届けしたいと思います。それではまず多大天満宮に行っていきたいと思います。さあ、ということで、なんか似たような場面が違う動画でありましたけども、これを買いました。1日乗車券、地下鉄、福岡地下鉄でね、今回天神とか福岡タワーとかいろいろ行くのに、福岡城とかもね、地下鉄で回ることが多かったりするので、これを買って今日は回りたいと思います。今日はもう博多の旅ですから、昨日は佐賀県回りましたが、今日はもう丸々博多というか福岡から出ません。はい、最終目的は小倉駅です。なぜかというと、ソニックに乗って、まあ、ソニックに乗りたいだけなんですけど、バスも小倉駅に、それに合わせて、ソニックに合わせて小倉駅に、博多駅からも出てるんですけど、夜行バスを小倉駅に合わせてきましたので、わざと小倉で行こうという。こちらは、大通駅エスカレーターでございます。いやー、多大天満宮とかもね、今日は赤髪友さんっていう僕好きな YouTuber がいるんですけど、その方が福岡動画で出せた場所を結構巡っていきたいと思います。大橋駅から福岡空港国際線まで約
ご利用いただきましてありがとうございました。ご乗車お疲れ様でした。太宰府終点です。折口左側を先に両側の扉が開きます。降りの際は車内に忘れ物がございませんようご注意ください。太宰府終点です。着いたんですけど、今の食堂車みたいに着いてた。やっぱり観光列車かな。ということで、ではグウェイ行ってきます。今のスラップとかあるね。密接の観光列車っぽい。すごかった。テーブル着いてた。テーブルっていうかもうなんかレストランみたいな、完全にレストラン系の座席になってます。あと逆方向になりましたね、進行方向でね、そこもまた見どころかもしれないですね。